こんにちは、ソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。先週ウォークマン新商品の体験会をしたのですが、その時に話題になったのがウォークマンのこのヘッドホンケーブルのまとめ方です。このようなまとめ方、ウォークマン自体にケーブルをまとめてしまうと、ここの端子の部分に力が加わってしまうので断線しやすいのと、あと同じところがいつもこうやってヘリに来てしまうので、これも断線しやすくなる原因になります。今回は正しい、ケーブルの巻き方をちょっとご案内したいと思います。まずプラグを抜くときはですね、コードをこうやって持つのではなくて、ここのプラグを持って抜きます。そしてよいしょ、ヘッドホンをですね、このように、指の中にこうやって入れて、そして中指と薬指で、ヘッドホン、イヤホン自体を持ちます。そして、こうやって人差し指と小指を立てて、ここにこうして8の字を描くようにして巻いていきます。そしてここのコードが余ってる部分があったら、これをよいしょ、真ん中のところにこうやって巻きつけるんですね。そして最後にここの輪っかのところ1個通して止めればどうでしょうか。こんなふうに簡単に、きれいにまとめることができます。これでこのまま持ち歩いて、いざ聞くときはですね、これの輪っかを、真ん中の止めてる輪っかを外してしまうと、こうしてパラッと外れることが、また普通に聞くことができます。こうして8の字、これでまとめます。ただ、このまとめ方をですねすると、ここを、センターの止めるところですね、ここが癖になってしまうので、お家で僕が使い終わってうちに持ってきた時はちょっとまた違うまとめ方をします。その場合はですね、こうやって手にやっぱ持ってやるんですけども、一巻きして、そして二巻き目はこのような形でぐるっとねじって二つ目の輪っかを作ります。そしてまたさらに、普通に巻いて、ねじって巻くということをすると、このような形で普通に見た目は普通に、まとめられているだけなんですけども、離すときにですね、絡まないんです。パラッと外れます。もう一回やってみます。ちょっと言葉で説明するのが難しくて、こうやって普通に巻いて2周目は逆手にしてこうやって巻きます。で普通に巻いて、また次はこうやって逆手にして巻きます。こうすることで、絡まないでパラッと取れるように巻けるので、これで、お家の、決まったところに、トレーとか入れておくといいかもしれません。もしくは小さなポーチとかがあれば、それにこのままの状態でまとめると、さらに、ケーブルには負荷がかからないような形になると思います。ぜひお試しになってみてください。